どうも稲川です。僕ですね、普段音楽聴くときに Spotify のアプリを使うんですね。で、まあ iPhone、iPad、まあ家であれば PC から、まあ Spotify を使ってっていう形で普段音楽聴くことが多いんですけど、もうね、ほんと昨日ですね、昨日仕事を終えて帰ってくる途中に、まあいつも通りこう Spotify を使って iPhone からね、こう音楽出してって音を出してね、聴こうとしてて、で、まあちょっとこの曲スキップしようかなと思って、まあこの手元の Apple Watch で操作をして Spotify のね、操作をしようとしたわけですよ。で、その時気づいたんですけど、Apple Watch 単体で、Spotify の音楽を聴く、ストリーミングして聴くっていうことが、どうやらね、僕の Apple Watch でできるようになったみたいです。で、僕の Apple Watch っていう言い方をしたんですけど、おそらくなんですけど、まだ誰もができるっていう状態にはなってないみたいなんですよ。っていうのも、僕もね、この機能昨日気づいたんですけど、まあそんなことはどうでもいいですね。どうもね、その Apple Watch 単体でストリーミングの再生できるっていうのは、一部のユーザーを対象として、なんかテストが始まってるみたいです。なんかね、僕もそんなアップデート来てたっけ？でもなんかそんな重大なアップデート来たらさすがに話題になってんじゃないかなと思って調べてみたんですけど、なんかね、9月末ぐらいのね、Gizmodo さんの記事を見てると、どうやら一部ユーザー向けのテストらしくて、まあじゃあ順番的に1ヶ月ぐらい経って僕のところにも回ってきたんだなーっていう感じですね。その今ね、Spotify 再生できる端末がここに一覧でこう出てくるんですけど、この通り Apple Watch に関してはね、まだベータっていう文字がついてるんですよ。なので、このベータが外れるまでは全ての人がこの機能を使えるってわけではどうやらなさそうですね。で、この Apple Watch 単体で Spotify の音楽再生できるって結構待望の機能だったんですよね。僕まあ最近またランニング結構始めてて、仕事終わりで帰ってきて、そのまま走りに行くってこと増えたんですけど、やっぱね、その時音楽聴きたいなと思って、ランニングの時の音楽は基本的にこの Apple Music から再生してたんですけど、やっぱね、Apple Music と Spotify 両方にこうお金払ってるのちょっともったいないんですよね。最近ちょっと Apple Music はその無料期間が終わったので、そこから有料期間1、2ヶ月経ったところでやめちゃいましたね。まあで、代わりにですね、今ラジコもストリーミングで再生ができるので、まあ最近はラジオ聴きながら走ったんですけど、やっぱたまにね、こう音楽聴きたいなって時もあるんですよね、普通に。まあそんなタイミングでですね、このベータ版とはいえですね、Apple Watch 単体で Spotify の再生できるっていう機能が来たので、まあ結構これはね、これからのその Apple Watch ライフっていうのがまたね、より豊かになるんじゃないかなと思ってます。Apple Watch 単体でやっぱりできることって少しずつでも増えてくると、よりね、このデバイスを持つ意味っていうのが増えてくると思うので、まあ Spotify に限らずですね、今後いろんなアプリの方からね、こういうアップデートがかかってくるといいなと思っております。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。バイバイ。